国から指名手配されてます鈴木信之です。とうとうですね、都立高校も5月ゴールデンウィーク明けまで休校、葛飾区内の小中学校も東京都に習うようです。大変ですよ、入国規制、これねしっかりやらなければいけません。厚生労働省のデータでいうとね、日本の感染者の半数近くは外国籍の人ですよ。これはデータに基づいて、事実ですからね、ですからね、そこはしっかりと、海外からの入国をブロックするっていうことが私は大事な政策の一つであると思っております。これに対してね、データに基づいたことを周知する、皆さんにお知らせするということは政治家としてね、私は大事な仕事の一つだと心得ております。